およそ3ヶ月前、首位との勝ち点差は11。誰もが絶望的だと感じたスクデット。しかしコツコツと勝ち点を積み上げ、その差わずか1。果たして神は微笑むのか。先発メンバーはご覧の通り、トッティを除きベストメンバーが揃いました。逆転優勝へ運命の90分がキックオフ。ローマサポーターの入場が禁止された敵地、凄まじいブーイングをいきなり黙らせたのはブチニッチ。前半8分ローマ先制。いやブチニッチのね、ものすごくいいドリブルでしたね。こう点の入るこうリズムでね、ドリブルをして、ちょうどいいタイミングのリズムの時にシュートが打てた、ここがねやっぱりこのコースを取りましたね。相手は残留がかかる17位カターニャ。どちらも負けられない戦いとあって、ピッチ上はまさに一触即発。流れは次第にカターニャへ。ローマはピンチの連続。そうですね、ちょっとこれ守備空いてましたよね。さらにフリーキックから大ピンチ。ここはドーにスーパーセーブ。これねスーパーセーブなんですけども、これ逆に当たったという感じですよね。助かりましたね、はい、この流れを決定的にしたのは後半開始から出場の森本。まずはヘディングシュート。いやよく難しいところに動きましたね。相手の背後を取ってますし、ちょっとね、ボール浮きましたけどもいい動きですね。はい、なすすめないローマに次々と襲いかかる森本。このシュートはバー直撃。いやこれもう無理をして足を出して押し込もうという場面ですけどね、ちょっと運がなかったですね。するとコーナーキックにマルティネス。カターニャ同点。しかし奥の副審は旗を上げていますが、これは、ここでオフサイド触れてるんですかね。触ったように見えましたけどね、ちょっと、はい、これはノーゴール。救われたかに思われた40分、森本のシュートのこぼれ球から同点。これ森本が落ち着いてましたね、はい、今ペナルティの中でしっかりボールを止めてシュートまで持っていった、はい、そのこぼれ球を入れましたけども、ここの強引なシュートが良かったですね。ですけどもその前にピタッとボールをねこの中で止めている、落ち着いてますよ。はい、引き分けたカターニャは残留決定。残り5分でついに力尽きたローマ、これで3シーズン連続の2位。スクデット争いはインテル16度目の優勝で幕を閉じました。